ぱ AK はいいな。 AKM47 ですねこれね。47。さて一暴れしたところで、はい、どうも副島マックスです、今夜もまたビールを飲みたいと思います。飲みますよ。恵比寿デュアルスムース、品番か番号書いてあるな。126番、デュアルスムース。わあ、ちょっと香りが漂ってきた。いや、すごくこうパッケージがいいな。どういうくくりかな。どういうくくりなんだろう。特に何も書いてないですね。セブンイレブン限定の恵比寿ビールらしいです。 YouTube のハッピーアワーあるでしょう。大阪で初めてやりまして、私が主催ということで一応司会とかやらせていただいてね、まあそんな大してやることないんですけど、一応こうねイベントをちょっと取り仕切ったり、乾杯とか言ったりとかして、いろんな方と交流できました。すごい楽しかったです。また大阪でやりますんでね、参加できる方はまた参加してくださいよ。待ってますよ。会いに来てね。会いに来て。はい、入りました。恵比寿デュアルスムース、いただきます。あー、うん、あー、いいね。味わいがありますよ。なんかすごいコクがある。喉越しもいいし、苦味もしっかりしてる。てか味わいかなこれ。うわ、いや、ビールらしい味だね。こうボディもしっかりしてて、苦味もあって、まあ喉越しもいいし、キレもいいし、まあコクもあるしな。あ、いやー、あー、いいです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 よ。やっぱボディしっかりしてるな。香りはねそれほどこうぶってきませんけど、味わいに振ったということでしょうね。こう苦味もね、強烈なものがグッてくるわけじゃなくて、こうボディがしっかりしてるから、その分こうじわじわくる感じがしますよね。キレもいいし、コクもあるし、あ、これはなかなか飲み応えがあるビールだこれ。恵比寿は外さないね、なかなかね。素晴らしいですね。はい、採点。恵比寿126番デュアルスムース、テイスト22点、バランス22点、バリュー価格ですが 350ml 入りの缶で255円でした。そして私の好みマイプリファレンスは22点で、トータルが80点。 80、 ウルトラマン80。なんかちょうどいい感じです。やっぱメーカーさんはやっぱ季節に合うビールを出してきますよね。これもこの季節に飲むとすごく気持ちがいいと思います。なんかこの後味もね、後味もすごくいいんですよね。なんかビールを飲んでるなっていう気持ちにさせてくれます。マスマス大山、やーはーやーはー、おつまみおつまみおつまみ、ブン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 、おつまみです。あー、よいしょ。はい、片揚げポテトです。匠味シリーズまた出てました。明太チーズ味。あー、うん、あー、チーズが、うんうんうん、あー、いいね。おいしい、あ、おいしいねこれ。あ、ね、こう味わいが深いから、なんか飽きないというか、じっくりとこうリラックスする時間をくれる感じですよね。また皆さん、なんかコメント残してください。なんか返事します。 Please leave a comment. I will reply to you. また次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。またね。